はい、じゃあこちらの映像をご覧ください。見えてますかね。バスタードソードになります。でこちらは、踏み込みというような、技になってます。まあ前に先週お話したちょっと我慢にちょっと近いんですけども、相手の懐に大きく踏み込んで、敵の攻撃に耐えながら、攻撃を繰り出すことができるということで、ちょっと一回どう踏み込むかというのをやってみましょうか。まあ、いわゆる普通に踏み込みますよ。はい。はい。はい。踏み込んでますよ。だから。これが踏み込みですね。踏み込んでますだから。踏み込んでますよ。うんって。あ、来たね。で踏み込みながら攻撃をつなげることで、敵の攻撃に耐えながら、これは勝ち上げというような踏み込んで振り上げるみたいな感じの技ですね。だいぶ飛ばした。よいしょ、ちょっとなくなったので、じゃあもう一回何体か戦ってみましょう。敵の攻撃に耐えているところをぜひご覧ください。攻撃されなかったね。おー、こっちにしましょう。崩された。ちょっとだけ早かったですね。ちょっと僕が下手ですね。ん、相手の攻撃を待ってたんですけど、ちょっとあまりうまく来てくんないっていう。タイミング重要ね。まあそうですね。タイミング。ちょっと今このね装備がどっしりになってるんで、あ、なんかこっち持っちゃった。あ、すごい下手くそだ。やばいやばい、なんかダメなことになってる。ダメなことになってるよ。何発か耐えてるけど、おお、すごい魅力があるように映ってないですね今。ちょっと一回なくなったので、ちょっと、はい、すいません。これ今度数になってるのはちょっとパラメータが足りないものをちょっと持ってきちゃったのでなってます、すいません。なるほど、こんな感じです。おお、ほんと耐えた。耐えましたね。耐えた。敵の攻撃に対してひるまずに、攻撃を繰り出すことができますよと。すいません、ちょっと僕が失敗したくせですね。あ、死んだった。まあ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 、こんな感じで、ちょうどキャラを変えるので、はい、こんな感じで、敵の攻撃に耐えながら踏み込む。やばいやばい、なんかダメなことになってる。ダメなことになってるよ。何発か耐えてるけど、おお、すごい魅力があるように映ってないですね今。ちょっと一回なくなったので、ちょっと、はい、すいません。これ今度数になってるのはちょっとパラメータが足りないものをちょっと持ってきちゃったのでなってます、すいません。よいしょ、ちょっとなくなったので、じゃあもう一回何体か戦ってみましょう。敵の攻撃に耐えてるところをぜひご覧ください。攻撃されなかったね。おお、こっちにしましょうか。ちょっとだけ早かったですね。ちょっと僕が下手ですね。ん、相手の攻撃を待ってたんですけど、ちょっとあまりうまく来てくんないっていう。タイミング重要ね。まあそうですね、タイミング。ちょっと今このね装備がどっしりになってるんで、あ、なんかこっち持っちゃった。あ、すごい下手くそだ。はい、じゃあこちらの映像をご覧ください。
見えてますかね。バスタードソードになります。こちらは、踏み込みというような、技になってます。まあ前に先週お話したちょっと我慢にちょっと近いんですけども、相手の懐に大きく踏み込んで、敵の攻撃に耐えながら、攻撃を繰り出すことができるということで、ちょっと一回どう踏み込むかというのをやってみましょうか。まあ、いわゆる普通に踏み込みますよ。はい。おはい。ん？はい、踏み込んでますよ、だから。これが踏み込みですね。踏み込んでますよ、だから。踏み込んでますよ。うんって。あ、来たね。で、踏み込みながら攻撃をつなげることで、敵の攻撃に耐えながら。おこれは勝ち上げというような。踏み込んで、振り上げるみたいな感じの技ですね。大手スキドバスター。